はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい、前回は、勝てるパーティー編成を作ろうっていうことで、ある程度進んでくると、もうやっぱガチャって偏りの塊なんで、まあ、作りたいなっていう風に思うパーティー、目の前で勝ってる姿を見て、このパーティーが作りたいなって思うことってたくさんあると思うんですけど、狙って作れるものだったらね、どんなにいいかって皆さん感じてたと思うんですね。まあ、結局のところ、狙わないと手に入らないものっていうのは、まあやっぱりコストかかっちゃうんで、例えば余分にガチャを回さなきゃいけないとか、交換がないからガチャ回さなきゃいけないとかっていう風になると、まあかなりしんどい。で、揃ったけど、アクセサリーが結局揃わなくて、まあ結局詰まってしまったみたいなパターンっていうのもね、往々にしてあるので、まあ交換もできて、まあ安定して戦えるっていうね、ものをね、選ぶことの方が、まあ楽な道かもよっていう話をね、まあさせていただきました。19章以降は、まあ結構ゴールドセイント、1章終わるたびにゴールドセイント何かしら、まあくれたりするような感じになるので、まあ、配られるセイントイコール運営さんがこれを使うと戦いやすいよっていうことを、まあ、示してくれてると思うんでね。それをね、転ばぬ先の杖じゃないけど、まあそういう形でね、持っていければ楽なんじゃないかなと。まあそれをね、補って余るぐらい課金してやるぜっていうことだったり、補って余るぐらいのガチャ運を持ってれば、そこは気にしなくてもいいとは思うんですけどね。というわけで、今回はね、まあ近い未来の、まあ、話をしていこうと。ある程度近未来のね、パーティー編成はこうしようっていうところを見据えることができたら、まあ、次は新たに準備しておいた方がいいことになるのかなっていうふうに思ってて、クリシュナ、ヒョウガ、そして一騎っていう形で紹介してまいりました。で、今回はね、とうとうポセイドンの番がまいりました。というわけでね、ポセイドン紹介していきたいと思っております。で、ポセイドンはガチャ的には、まあ、一応投資ガチャみたいにはなるんだけど、花びらですね。神とゴッドセイントにカテゴリーされるやつは、だいたい花びらでやりますね。今週の木曜日までは、アルデバランがね、実装されたタイミングだったんで、アルデバランの投資ガチャがあったんですね。で、その時に、その前に実装されたゴッドクロスのアフロディーテと、あと冥王ハーデスがね、こっちの冥王ハーデスがね、ピックアップされておりましたという感じですね。で、ポセイドンもね、そこに入るっていうことで、まあ、第1弾ってことかな。だから、もう全く新しい財貨で引くことになるんで、準備しておくものって言ったら、もうメモリーです。メモリーで、もう十何章ぐらいになってからかな、わかんないけど、メモリーでガチャを引くなんてもったいないっていうフェーズに入ってくるんですよね。アクセサリーを揃えなきゃいけなくなってくるんで。今度は、まあある程度アクセサリー見切りをつけて、赤アクセをね、まあ、一体だけ、とりあえず固める。こいつが、まあ、落ちると絶対負ける、みたいなセイントっていると思うんですよ。そのセイント一体分、とりあえず赤アクセ揃えて、あとは金で固めて、で、残りのメモリーをポセイドン用に取っとくっていうのも、まあ、ありなのかなっていうふうには思ってます。まあ、その前にクリシュナとか、一騎とか氷河とかもいるから、まあ、結局は毎日積み重ねて手に入れていくしかないんですけど。で、一応ね、花びら、単価が一緒になるかわかんないけど、花びら10枚をメモリーで3000でしたね。やっぱね、安くはなかった。3000でした。なんか単価が単純にこっちだけ高いのかなっていうふうに思ったりもしたんだけど、今、冥王神話の、新キャラが来てるんですけど、これがね、2400でした。10連で。黄金の矢の時どうだったかな ?2700 だったかな、マリーナぐらいの感じで扱われてますね。今のところネクストディメンションのメンツは。だけどまあ、ポセイドンはやっぱ神なんで、そういう風に簡単には安くはないよっていう感じなんでしょうね。じゃあちょっとね、実機でお見せする前に、一回さらっとね、スキルとかを見ていきましょうということで、まず奥義が特殊です。壊滅的な津波。これが奥義ゲージが溜まったら発動するのではなくて、14秒おきに発動します。で、これが、レベル3まで上がると12秒になります。で、12秒に1回。で、その時に、奥義ゲージがどのぐらい溜まってるか、コスモゲージか。で、ダメージが変わると。で、基本 210% なんだけど、この 210% にコスモ1000ごとに 5% ずつ、
ダメージが上がっていくっていう特殊なスタイルになっております。まあこれね、ぶっちゃけ数字が出てるわけじゃないから実際どのぐらい減ったのかわかんないので、実際このぐらいダメージアップしたぞみたいなのは体感でしかわからないんで、まあそれはねちょっとまあ難しいところではあるんだけど、ただシンプルにコスモゲージが高ければ高いほどダメージ上がるよぐらいでまあ抑えておけばいいっていう感じですね。で、あとこれかバフ除去します。これはねちょっとね何回も使ってみたけどね、あまりちょっと実感はできなかったですね。だからなんとなく相手の攻撃力とか下がってんだなみたいな、アステリオンとかが精神強化とかあるじゃないですか、あれの効果がなくなるっていう風に考えたら、まあこっちが受けるクリティカルを受ける可能性だったりとか火ダメがね多少減るみたいな感覚ですかね。4倍速とかだからほとんど数値確認できてないと思うんでね、細かく確認してる人は当然いると思いますけど、そういう風にしてない限りは早く倒れるか倒れないかみたいなぐらいしか分かんないかなっていう風に思いますけど。じゃあディバインサンダーね、これが3体にランダムで攻撃するっていうことで、まあ、これはねかなり使い勝手いいですね。まあ、ディバインサンダーガチャとかも当然出てくると思いますけど、ディバインサンダーでこいつを倒してくれればかなりいい線いけるとか、相手のパーティー崩して突破できるみたいなのって絶対あるんで、まあ、それを狙うガチャっていうのも発生すると思います。マックス 180% ダメージ、コスモ400取り除くで、さらにこれが回復するっていう、だから1200回復しちゃうってことですね。ミスが出なければ、ミスとシールド貼られてたらダメージ受け流されちゃうっていうこと、それだとコスモは取り除けないし回復もできないです。あとは無敵の敵にも意味ないです。ダメージが入ったやつにしかこれは効果ないってことだけ頭に入れといてください。さらに2秒間気絶状態、これもなかなか強いですよね。で、これが11秒、最初8秒で11秒おきに発動すると。で、ディバインフィオリー、これがね開始3秒間、まあ、5秒までマックスなんですけど無敵です。何も効かないです。本当に。本当に何も効かないです。で、ポセイドンの覚醒。その間にコスモ貯めて、ポセイドンを覚醒させていこうっていう、そういう流れですね。まず3000貯まると、ポセイドンのコスモキャップが増加し、コスモ回復量が 25% 増加します。これね、何か、ファンって演出があって、コスモゲージが上がるとかっていうのはないんで、わからないです。なんか急にコスモゲージが上がるの遅くなったぞみたいに見えます。だから通常が多分1万なんだと思うんですよ。それが一気に2万まで拡張されると思うんで。これで1万まで溜まるとこうなります。20% の確率で追加の敵を攻撃し、稲妻を召喚してランダムで敵を攻撃します。で、マックス覚醒すると通常攻撃で対象のコスモを500減らすという感じですね。あとはまあバフがかけられるようになると。恐ろしいですね。クロスは覚醒するとヒットポイントが 20% 回復する。この覚醒時っていうのがフェーズごとなのかっていうのはちょっとわからないですね。これに関してはねちょっとなかなか検証難しいですね。で、シールドこれはまあ見たらすぐわかります。で、コスモ2000貯まるたびにまたバフがかかると。10スタックだからまあ2万マックスまで貯まると10スタックなんで 30% ずつってことですね。で、完全に目覚めるとポセイドンは再び神の怒りを解き放ち、すべての非中断制御効果の影響を受けなくなります。このね中断制御効果、これを受けなくなるっていうのはかなりでかくて、ポセイドンの弱点としては制御系の敵に弱いんですよ。1体で12球を登らしていくと方米球で負けるんですよ。神に凍結させられたりフリージンコフィンかけられて死にます。なんかそういう感じなんで、結局この壊滅的な津波に関しても撃とうとした瞬間に相手にダメージ判定入る前に凍結させられたりするとダメージ判定消えるんですよ。まあそういう形もあるんで、だからクロスマックスにして、で、完全覚醒した時にもうほんと初めて手をつけられなくなるって感じなんで、まあポセイドンは耐久パー、そうだよね、まあ基準が耐久になるからね、配布されたり交換できる繊維にとってまあ、基本的には耐久するセイントが多いので、まあ、そういうのにまあかなりフィットさせた性能になってるかなっていう。ただ火力すごいあるんで、この壊滅的な津波でもかなりいけちゃうんで、ダメージ速攻パっていうのがまあ流行ったりするじゃないですか。そこら辺の速攻パっていうところにも刺さるとは思います。やっぱ無敵なんでね。ただ無敵なんでコスモ溜まる速度は遅いです。
ダメージ受けないから、こっちがダメージ与えた時にしかコスモ溜まんないんで。まあ、ここら辺はちょっといいか。はい。まあ、こんな感じ。じゃあちょっと見ていきましょうと。まあ、レベル139なんでね、ちょっと申し訳ないんだけど、139だと、全部は解放されてない。ただ、クロスは3段階まで解放されてるんで、12級。短期です。敵から始まって、で、今、制御効果食らったと。で、今、制御効果食らうじゃないですか。そうするとね、時間止まるやつと止まんないやつがあります。で、今、止められたね。石化で。ドーン。アシリウスとかも結構めまいとか使ってくるから、天敵かもしれないね。さ、サガ。まあ、無敵で、あ、まあ、これ引き継ぎだけど、デスマスク、サガに消されましたね。コスモ。耐える。一体だと、だんだん厳しくなってきたか。どうしようかね。強さ、テキス入れてみますか。まあ、しょうがない。こんな想定じゃないだろうから。結構シリウスに止められるね。でもこれで、まあお分かりいただけたと思うんですけど、制御効果にめちゃめちゃ弱いっていう。そこだけ気をつけて、やれば、さっきのね、壊滅的な津波のダメージも見ていただいたと思うんですが、こんな感じでね。その発動がちょっと遅いところがあるから、その間にね、さっきみたいにシリウスにね、トーンってやられると、てめえやりやがったなみたいな感じになっちゃうってことですね。ただ明らかに強いっていう。格の違いを教えてくれるポセイドン先生でした。今の 78,000 だったけど、最後、壊滅的な津波。それ以外にも20万通常攻撃とかで与えてるんでね。ディバインサンダー含めて。まあ、かなり優秀なアタカですね。うん。で、神で、光で、技タイプっていうことでね。うん。技のセイントってかなり強いセイントが多い印象なんでね。僕の中ではね。うん。使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。女神とかね。この試練で上げてると思うんですけど。まあ、ここもね、ある程度開けとくといいんじゃないでしょうか。というわけでね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。